はい。アポはいただいてなかったように思いますが、 RK の相馬克樹をご存知ですね。公安の潜入捜査官としてカムロ町の裏社会に入り込んでいたものです。彼はそこで非合法なことにも手を染めています。あなたはそれを全て承知しながら黙認している。何をおっしゃってるのか分かりませんな。相馬は今神奈川県警に逮捕されて取り調べを受けています。横浜で沢陽子さんが殺された事件の容疑者として、我々はその動機があなたから与えられた任務にあると確信しています。楠本玲子の弱みを探り彼女を操るための、そんな筋書きを表に出すつもりですか。それが真実であるならばもちろん。そんなことをすれば私はともかく国の重責を担う多くの方々が迷惑を被ることになる。その中にはあなた方の上司にあたる人も含まれるんです。あいにく官僚社会というのは決して一枚岩じゃありません。その重責を担う方々の周りには常にその失敗を願う敵も多いんです。私たちはそちらに協力を願っています。その結果沢さんの殺害現場周辺で消えていたはずの防犯カメラ映像が見つかっています。そこにははっきりと相馬の姿が映っていました。誰がその映像を隠すよう指示してたか、あなたです、坂東さん。私は国家の秩序を維持するために裏で必要なことをしてきた。この国を救ったと言えることだって多々あった。そこに光を当てる気なら覚悟がいるぞ。そうでしょうね。でも一介の探偵たちが根性を見せてるのに我々検察官が寝ぼけてはいられんのですよ。一階の探偵たちが根性を見せてる。あ、そうか。あの高野検事が江上をそんな風にね。ええ、その場にいた真冬から聞いたんです。間違いありません。江原さんは三越葉殺害の容疑で再逮捕、楠本玲子も河合真也殺害で、二人は取り調べに素直に応じてるそうです。じゃあ収まるとこに収まったのか、桑名以外は。ええ、肝心の桑名は行方不明ですからね。そうだな。今もどこかでいじめの加害者を殺してたりするんでしょうか。多分そんなことはないと思います。矢上さんに話を聞いた限りでは。ああ、やっぱ全然変わってないんだね。相変わらず汚い。何でも小綺麗にすりゃいいってもんじゃねえ。おっしゃる通りで、これは味というものですな。酒とつまみ？うん。そこのコンビニで済ませてきちゃったんだけど。じゃあタボ、寿司でも取ってやりゃ。少しは気前のいいとこ見せねえと。何言ってんの？そんなの心得てますって。よう、寿司の到着だぜ。特上5人前だ。感情は矢神につけといたからな。ななるほど、こりゃおみそれしました。あ、おい、なんだこりゃ。アボカドが乗ってるじゃねえか。どこの寿司屋で買ってきたんだ。まあ兄貴がそれ食わなきゃいい話じゃないですか。俺はアボカドをいける口なんだ。じゃあ代わりにウニとイクラを差し出せ。僕は卵焼きさえあれば大丈夫ですぞ。変わったな。
河合の死体はこのまま置いていく。でも俺はここから消えさせてもらう。また闇の中に戻る。なんだと。今桑名を警察に突き出すのは公安に首を差し出すようなもんだ。沢先生の殺害犯にされて下手すりゃ暗がりで口を塞がれる。それに俺が犯罪を犯したって証拠をお前らは何も持ってないはずだ。いやだってお前いじめの加害者ってのを何人も殺し回ってたんじゃなかったのかよ。お前がそう言ってたんだろ。その証拠は何も残しちゃいない。警察には俺を逮捕できるだけの理由がない。法的に言えばお前らは俺が消えるのを黙って見ているほかない。やっぱり法ってのは融通が効かないし不完全な代物だよな。裁くべきを裁けない、救うべきを救えない。俺はそのことをこれからも行動で示していく。ミツルのような子がまだ他にもいる限りその子たちのためなら俺は自分の手を汚すことを意図はない。じゃあな。あんたの言う通り法は完全じゃない。今の法じゃ救えてない人もいる。それでも変わり続けてるんだ。より良くなろうとしてる。確かにまだ時間はかかるよ。だから今ある法で救えない人間がいるなら俺が守りに行く。ただしあんたとは違うやり方で。あんたが作ったの分かってんだかんね。マジでバレないと思った。何黙ってんだよ。おい、とりあえず言うことあんだろ。ごめんなさい。出たよ、やっぱり嘘ついてんじゃん。おめえクソだな。え、どうなんだよ。おい、嘘ついてごめんだけか。てめえんちの親はしつけどうなってんだ。これこっち向いて言えよ。私は嘘つきですって。黙ってんじゃねえよ。気分悪。何してんだろうあいつら。3対1女の子一人に寄ってたかって恥ずかしいやつら。誰だよ。くそ、おい来いよ。行くぞ。行くことないよ。そんなやつらと一緒にいることない。なんだよてめえ、関係ねえだろうが。関係ねえけど胸クソ悪いんだよ。ほんとそれな。マジで勘弁してほしいわけ。なんだよてめえら。君たちもう行きなさい。その子から離れるんだ。いやね、私もさっきからずっと気になってて。ほんとね、清涼の子たちでしょ。おい、もういいよ、行こう。大丈夫？すみません。嫌だったよね。ごめん。もっと早く助けてあげられればよかった。ごめんね。
速報です。警視庁は今日、匿名の通報によって5体もの他殺体が発見されたことを明らかにしました。都内をはじめ全国各地で見つかった遺体はいずれも死後数年が経過しており、匿名の通報内容によると過去悪質ないじめ加害者であった人物たちとのことで身元の特定が急がれています。警視庁は直ちに捜査本部を設置、匿名の通報者が事件に関して何らかの事情を知っているものとして各県の警察本部と捜査の連携を強めていくということです。疲れ果てて倒れたって誰も気づく
ち冒険救いがあるって期待をしていた。あの日あの時ここで何ができれば変われていたかな。夢の中で今日もそれはずっとこちらを見てる。ただ静かにそっとこの首に両手をかけてこの悪夢にずっと閉じ込めて苦しめるならここで殺して今すぐここで殺してしない奴らは